東京マーケットワイドをお送りしています。ではこの時間は茅場町内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110から内藤証券投資調査部浅井陽三さんに伝えていただきます。浅井さん、こんにちは。こんにちは、今日もよろしくお願いいたします。お願いいたします。土曜日はお疲れ様でございました。あ、どうもありがとうございました。いっぱい来てましたね、ブースにね。そうですね、はい、皆さんにお声掛けいただきまして、はい、いろいろ元気づけられたりですね、まあ、たまには文句を言っていただいてもよろしか前向きに対応しますのでよろしかったですけどもはい、はい、まあ、皆さんいろいろ励ましていただける、ね、方ばっかりでですね、でね、非常に本当に元気づけられました、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。さて今日の相場ですけど、はい、ちょっと安い、今日はですね、うん、ちょっと安くなってきてます、まあ、中国株の方はちょっと安いんですけど、これはまあ大型連休前のまあポジション調整といいますか、はい、例えば換金売りでありますが、そういったところで下げているところが多いと思うんですけども、うん、9月27日にアメリカの政権が中国への証券投資の制限について協議という報道がありまして、まあ、多少これもこちらの方が影を落としているのかなという気もいたします、うん、まあ、ただ中国企業の米国市場の上場廃止とかですね、アメリカの年金の中国市場への投資制限を実際実施すると、まあ、世界の証券金融市場が大混乱に、まあ、このグローバル化の時代にですね、うん、大混乱に陥ると思います。現実的ではありませんので、多分、まあ、通商交渉における駆け引きの一環かなという感じはいたします、うん、はい、まあ、ただまあ何をするか分からないところもありますの で, です、ね、まあ、多少警戒してというところですね、はい、はい、さて、まあ、いつものように、ちょっとチャートの方から見ていただきましょう、うん、ニューヨークダウの工業株30平均、まあ、最近頭が重いといってもですね、13週以上移動平均より上で推移してまして、非常に、堅調なしっかりした動き、強い動きが続いてます、うん、半導体株指数、先週メモリオイトのマイクロンテクノロジーが26木曜日の引け後ですね、予想を下回る業績計画を発表し下落しましたけども、まあ先週末それさほどまあ大きな下げにはまあなってないんですね。13週移動平均線あたりがちょっと下値めどになってくるかなという感じがいたします。10年も国債利回りは急上昇した後ですね、再びまあ急低下という感じでありまして、だいたい半値押しぐらいのところまで低下してきたというところなんですね。まあ、この急反転でですね、まあ、一時的なと言いますが、極端なその利下げ期待とかそういうのが引っ込んで、まあ、しばらくちょっと金利低下自体が、まあ、金利低下というよりはまあこの辺でもう揉み合うんじゃないかなという感じがいたします。まあ、従いまして為替相場の方も、まあ、円高方向への圧力は一旦ちょっと消えるような形になって、まあ、この辺りで推移するのかなと、うん、107円8円というところで推移してますけども、というふうに考えております。上海総合指数は今日は午前中で11ポイントほど安かったんですけれども、これは1日から7日まで長期休暇、国慶節の長期休暇がありますので、明日からですね、それの持ち高調整だと思われます。日経株価はご覧のとおり、これ前場まで入っているんですけども、ちょっとこれ陰線が長くなってきているんですかね、今現時点では、うん、まあ、でもこれ25日線から下からずっと上がってきてますので、この7月高値近辺のこの揉み合い、この水準が下支えになってくるかなという感じをいたします。週足ではご覧のとおりでございまして、13週26週線は上向きという形になってきてますので、まあ、この辺で値固めすればですね、値固めして力を蓄えて、高値をこの4月高値を抜けてくるという形になるのが理想的ですね。週足でもご覧の通りございまして、ずっと調整が続いたのが、ここちょこっと頭を抜け出してくると、久しぶりの52周線を抜ける動きになってきてますので、まあ、上昇転換の兆しという感じでございます。さて、リビジョンインデックス、ですね、アナリストのですね、情報修正銘柄数と下方修正銘柄数の比率を見たものですけれども、依然 28.1 マイナス 28.1% ということで、下方修正銘柄数の方が多い形になっています。ですね、先週はメルカリとか西松屋、第一工業製薬、コニカ、キャノンのこの複合機関係あたりとかですね、あとローム、エプソン、日東電工、電子部品とか電子材料あたりが下方修正されておりました。
海外投資家の売買動向は7338億円現物先物トータルで、買い越しまして5週連続の買い越しとなっています。先物が5週連続大幅買い越しとなっていまして、まあ、期末の特殊要因もあるでしょうけれども、ここのところですね、3週間は、まあ、大幅な買い越しが続いているという形になっています。あと最低買い残と売り残ですけど、最低売り残、まあ米国の長期金利の低下一服もあるんでしょうか。日本の金利もですね若干ちょっと戻し気味なんで、最低売り残解消を解消外といいますか、それが出てきています。こういった形で売り残がちょっと減少気味、1909億円先週は先々週ですね、2週連続で減少しました。それから、この信用改ざんもこれは将来の こちらの方が将来の売り要因になってくるんですけども、こちらの方はですね3週連続で減少で直近のボトム圏になっています。2兆506億円ですね、というところです。さて、業種別の株価指数の動きなんですけれども、内需系ちょっと一服しているのが結構あるんですが、薬品とかですね、不動産そして建設あたりが、まあ、強めの動きで、小売なんかもちょっと上向きですね。まあ、消費増税を織り込んで、きた形で一旦ちょっと底打ち反転というところもあるんでしょうか。あと、ジャスダック平均とかですね、こういった新興市場の方もちょっと上向いてきているというのにちょっと注目したいと思います。小型株幕開つなぎで買われる可能性があるかなと。それから輸出関連は電気とかですね、機械、こちらの方が上向いています。他はですね、まあ、ちょっと一旦一服した後もうちょっと上に行こうかどうかという感じで推移しています。価格なんかも堅調な動きでですね、上向きという形になっています。さて、今日の銘柄なんですけれども、今日はですね、会場でお配りした内藤レポートの10月号にも載っておりましたけれども、売上高経常利益率が改善見込みで、まあ、業績好調銘柄というところで最高益更新なんかも結構含まれてきてますが、まあ、そういった銘柄をピックアップしてみました。というところでチャートを見ていただきましょう。これはですね、日足、それに含まれる銘柄なんですけど、日立製作所のこれは日足です。ちょっと株価書いてませんけども、7月4日の4198円をですね、まで接近してます。4172円まで、9月12日に戻してきました。その後揉み合ってます。この揉み合い非常に堅調な動きが現在続いてまして、この4000割れからですね4200円手前にかけての動きがしばらくこう維持できればですね、エネルギー蓄積から、まあ、上へ行く動きになりやすいかなと思います。というところで IoT のサービスプラットフォームルマーダというのでですね、まあ、いろんなこの問題解決、工場の省力化とか品質向上とか物流のですね最適化とか、まあ、そういうのを解決していくということで、非常に今現在力を入れているところですね。前期のイギリスの原発の特損がなくなって大幅最終増益の予想でございます。それから電装ですね、こちらも冷やしですけれども、これも同じような動きです。まあ、主力の大型株がですね戻してきてちょっと一服という感じなんですけども、ここは非常に堅調。これは200日移動平均線ですねの 上でですね、揉み合ってるんですけども、これもしばらく力を貯めればですね、堅調の動きが続けば上に再び離れる動きになりやすいのかなと思います。こちらの方は高度運転支援とか電動化関連が伸びまして、売上高は最高でございます。研究開発費の増加もありまして、経常減益なんですけれどもね、最終増益というところで、配車大手のウーバーというのがアメリカにありますけども、を分社化した自動運転部門に出資しました。そういったところで非常にリードしています。トヨタ系の部品最大手ですけども、そういった関連ですね、先進関連非常に得意というですね。それから、ですね、週足になります。含まれている銘柄、越高ホールディングス、こちらカラオケチェーンを全国展開してます。カラオケ本舗、招き猫、フランチャイズ方式の女性フィットネスクラブカーブスも展開してます。こちら下値ずっと切り上げてまして、再びちょっと上に行こうかなという感じになってきてますね。あとラクーンホールディングス、こちらの方は小売店舗とメーカーを結ぶ電子商取引サイトを運営してます。決済代行とか債権保証とかもやってます。中心は医療とか雑貨向けですね。配当成功は3割目と、こちらの方は、まあ、強いて
やればですね、下根切り上げて上根切り下げの三角持ち合い的な動きからそこをちょっと抜け出してきたかなと。それからパイプドホールディングス、こちらの方はクラウド活用のですね、顧客情報管理ソフトが主力でございます。月額のサービス料が収益源になってまして、企業の業務効率化とか販促支援関連が伸びているということですね。あと電子地域通貨サービスなんかも一部実験し始めてですね、展開し始めているというところで、最近この辺りちょっとぐちゃぐちゃした揉み合いなんですけども、これをちょっと上へ行こうかなという感じの動きになってきてますね。それからグレーステクノロジー、これも何度か紹介させていただいてますけれども、企業向けのですね、機械とかソフトに付随する製品マニュアルのですね、企画制作翻訳とかですね、あと自動化、IT 化ですね、マニュアルの電子化を支援している会社ですけれども、機能や内容に問題があるマニュアルがですね、非常に多いということで、その正確性を高めてですね、それから使い勝手も向上させて、エンドユーザー、そのお客様の持っている顧客ですね、エンドユーザーの満足度を高めて、それからこのグレーステクノロジーの顧客にはマニュアルを頼んできた顧客さん、お客さんにはですね、人件費とか印刷費のコストダウンを提供するという会社で、非常に利益率高くてですね、 40%、50% の利益率を今期目指しております。3割、4割ぐらいの増益を続けている会社です。ここと窓を開けて上っ離れてですね、その後じり高補調になっています。多少上下動がありますけど。それからオリンパスですね、こちらはかなりちょっと直近上がりましたけれども、内視鏡の世界トップで、過去の不正会計の訴訟和解金がなくなって大幅増益ということで、中国も好調。それから、AI がですね、それ画像を解析して、その病気をですね、検知するソフトを発売するということで、そういったのもちょっと注目されています。こちらの方はちょっとじり高、これ割とメモリがですね、100円単位なんで、さほどめちゃくちゃ上がっているという感じではありません。他にもですね、こういった形で、パイクレハとか徳山とか化学会社とかですね、それから富士フィルムなんか出てますし、ファンケル、それからバリュー HR というのは憲法健康管理システムを憲法に提供している会社、それからストライクは M&A ですね、インターネット活用のインソースとか、それから新興工業は業務用空調です。あと日本電産とかですね、トヨタ自動車なんかも出てきてます。というところで出直り銘柄中心にピックアップしてみました。以上でございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、またよろしくお願いいたします。はい、内藤証券浅井さんに株スタ7110からお伝えいただきました。個別銘柄ね、はい、参考にしていただければと思います。そうですね、毎回上げてください。